はい、それではその2を始めます。今回は音波におけるドップラー効果についての問題です。ここに音源がありますが、ここに観測者がいます。で、無風状態とします。音速は V とします。音源の振動数は Fhz です。で、ここで、この音源がこう U という速度で近づいてくるんですね。その時に、振動数、問題ですが、振動数 Fhz の音源が速さ U で観測者に近づく場合、音速 V は一定であることから、観測者に聞こえる音の振動数は差となる。この差に、数式を埋めなさいという問題です。この場合はもう教科書的な、もう標準的な問題です。で、この場合は、まあ、全然動いてない場合は、その波長というものは F 分の V ですね。これ音速です。これ Fhz ですね。で、近づくことによって、例えばこういうふうにして近づいていると、止まっている場合は V ですが、ここに V です。 V ですけれども、動いていますから、その間に1秒間に、まあ、U ほど行くわけですね。 U ほど行きます。ですから、ここの間に、ここはまあ V-U という、1秒間にこの距離といえば V-U ですね。この中にもう詰まっているわけですね。まあ、縦波ですけれども、その波長が Fhz、 F この波が詰まっているわけですね。ですから、当然波長が短くなっているわけですね。波長が短くなっている。ガムザダッシュとすると、この波長はこの Fhz ですから、 F 分の波がありますから、この長さで割ったものが波長になりますね。このこの短くなった波長でもって音を聞くわけですから、これが、まあ、ラムダダッシュは、まあ、言ってみれば、振動数が F ダッシュとして、まあ、V ですね。 V の速さです。こうなるわけですね。ですから、これが、まあ、F ダッシュ分の V だというわけで、これとこれが等しいですから、 F ダッシュの V-UV-U が FV ですね。ですから、ここの聞こえる音の振動数 F' ですね。F' というものは V-U 分の FV だというわけですね。ですから、答えは、まあ、通常、まあ、F はこっち来たりこっち来たりしますが、まあ、これでいいですね。同じ、まあ、結局同じことですが、これが差の答えになります。次の問題です。音源が固定されていて、今度は音源がこう静止しているわけですね。反射板がここになります。速さ W で観測者に近づく場合は、反射板が受け取る音の振動数は C となる。ここの反射板に、まあ、ここに、まあ、人がおって、こう受け取る、こうやって動きながら、ここに来る音波ですね、受け取る振動数はいくらかという問題です。ですから、まあ、ここで、まあ、観測者がおるとすると、近づくというわけであって、まあ、そのここにおる人にとっては、音速というものが、相対速度が速くなりますね。こういうふうにして、こういうふうにダブルという速さでもって、こちらに、音速が来ますから、ここにとっての相対速度というのは、こちらの精度すると V マイナスの、こちらの方ですがマイナスダブルですね。ですから V プラスダブルという相対速度になるわけですね。ですから、あたかもここに止まっていて、音速が V プラスダブルで来るというわけですね。その時には、波長というものは変わりませんから、何個の波が生じるかというと、まあ、F ではないですね。 F ダッシュよりも、これが大きくなるわけですね。ですから、 F ダッシュとすると、ラムダという波長は変わりませんから、 V プラスダブル、1秒間にこんだけの、これだけ V プラスダブルという波のが1秒間に来るわけですが、その中にラムダがというものが何個あるかというわけですね。で、ラムダというものは、もともと今さっきやったように F、もともと F 分の V ですね。ラムダというものは F 分の V だと。で、これから V プラスダブルですから、これはですから V 分の、こちら上へ来て V プラスダブルになりますね。ですから、これ、まあ、F' これこうなるわけですね。ですから、こう C は、C の答えは、ここの V プラスダブルだと、こういう式になるわけですね。これが C の答えになります。次の問題です。さらに反射板が
移動する音源となるため、観測者に聞こえる反射音の振動数はスッとなる。ここでもって反射板がダブルで近づく場合、今度は観測者が聞く場合ですね。ですからここの反射板に当たる振動数はこう近づいていますから、こういう振動数でもって今度は反射しますから、この振動数でもってダブルという場合で近づく場合ですね。ですからここに相当するわけですね。観測者が聞こえる振動数は、まあ、F2 ダッシュとすると、まあ、F2 ダッシュというものは、その F ダッシュという、ここが F ダッシュが来るわけですね。ですから、ここが F2 ダッシュで、ここが F ダッシュ、F ダッシュということでもって、まあ、ここが U がダブル、V マイナス、近づくものですから、こうなるわけですね。ですから、F ダッシュというものは、ここ、今さっきやったこれですね。V 分の F の、まあ、V プラスダブルだと。ここ F ダッシュや F2 ダッシュはこちらが勝手に決めたものですが、このものはもともと問題文に指示されていた量ですから、まあ、これで書かないといけないわけで、F' はこれだと。で、あとは、まあ、ここの V-W と V ですね。こうなるわけです。結局、これで V と V が消えますから、分母が V-W だと。分子が V プラス W だというわけですね。ですから、これがもう答えになるんですね。これが答えになります。次の問題ですが、この時何が生じる。この時というのは、この音静止している音源から出る音波、振動数 F ですね。ここで反射板がダブルで近づいている場合の、この反射音を聞く振動数が F2 ダッシュです。ですから F と F2 ダッシュで振動数が異なるわけですが、その時に何が生じるわけですね。あまりにもその差異が大きすぎるたら、まあ無理なんですが、その違いがわずかだったら唸りが生じるというわけですね。この単位時間1秒あたりの唸りの回数は正と表されるという問題です。ですから、これはまあ結局こちらが F よりも大きいですね。 F' ダッシュの方が F よりも大きいですから、まあ F2 ダッシュマイナス F、 つまりこれから V マイナス W 分の F の V プラス W から引けばいいわけですね、 F を。ですから、これはまあ F でくくると、まあこれが N ですね。まあ唸りの回数を N とすると、結局 V マイナス W 分の V プラス W マイナスの1だと。で、これは F の V マイナス W 分の V プラス W マイナス V プラス W ですね。マイナスマイナスですから、ですから、これは V マイナス W 分の V と V 消えて 2W、 2倍の FW だというわけですね。ですから、結局唸りの回数はこういう式になるわけですね。広島大学の波動の問題を前回に引き継いでやってはきたわけですが、今回のこのドップラー効果の問題は非常に標準的な問題であって、まあ、パーフェクトを目指した方がいいですね。